トさんの隣。はい、というわけで、さっきんところ翔太くんが一本釣っただけで、あの後ちょっと反応もなく風も強くなってきたんで、ちょっと移動してきました。で、全然今昼真っ最中なんですけど、潮がいい感じなんで、ちょっと潮止まるまでやってみようかなーって感じです。なんか朝はそこそこ釣れてたみたいですけど、だいたいみんな帰って静かな感じになってます。それでは寄っていきます。釣れません。あずさちゃんと翔太くんもなんか全くチェイスもバイトも何にもないっていうことですけど、いやー、ぼちぼちちょっと潮止まって、その後また夕間詰めあるんで、ここら辺でちょっと一回休もうかなっていう感じもあります。どうすか、いそうなんだけどな。8人9人ぐらいいるんですけど、僕ら来てから1本も上がったとこ見てません。いやいやいや、とりあえずもうちょっと頑張ってみます。あずちゃん、おめでとう、さくら。え、おめでとう。なんか茶色いの、茶色なの。なんか茶色いです。危ない。でけえ。お家持って帰ろうかなと思って。うん、持ってこいの、食べるなら、うん、でけえ。なんか茶色いと。茶色かった。あ、来ないかな。堀じゃない方のやつ来ないかな。レッスンいいっすよ、つって。いいっすか、ほんとにつって。ほんとにつっていいっすよ。ちょっとこれ、ノッピーさんに悪いんで。いや、もう今日はやめときます。もう一回いきますか。これもう一投して、つったらめっちゃやばいんで。いやいやいや、一回やってみましょう。あ、つっちゃって。つっちゃっていいっすよ。おー、いいっすね。マジか、あげたんだ。これで釣ったらめっちゃかっこいいんだけど。その顔なんすか。その顔なんすか。だったなって。あ、そっちですか。最後の一投でこう一日を振り返る。ああ。あんなことやこんなことがあったな。みんなタフだな。見えなくなるまでやるんです。お疲れ様でした。というわけでこのままエンディングいきます。いきなり喋ってきたぞ。こっちも撮ってんだけど。
あれなんかお互いいいんですけどなんか減ってますよね二人ほど人数がそうですね、そうですね、早々に帰ってきます、早々に帰ってきますよね、あの二人ですね。6人いましたよ、6人いましたよね、サーズチェックしてた。翔太くんがビクトリーか卒業61センチ、4.5キロ。いや素晴らしい魚でしたね。素晴らしいですね。人生初、初で、あの大きさすごいよ ね、 ちょっと欲張りすぎですよ。いやでも楽しそうだった。めっちゃテンパってめっちゃテンパって、自分で釣っといて何これって何これ何これ、いやそれぐらい重かったっすよお腹にかかってきて、全然上がってこなかったし。でもよくバレなかったよね。あれは良かったな。俺のガイダンス聞いたでしょ。そうっすね。川下高いからそっち見た方がいいよ。あれなかったら。あの角度だったら上がってないかもしれない。お、私はもうそういう裏方に回りますもん。いやいや。もう常に真ん中に行って。そう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 。周りを釣らせるお膳立てして。あ、で、あずさちゃんもあれ手になんか持ってる、あれ手になんか持ってるなんか偉い曇った桜マスだね。暗いからかな、暗いからかな、夕方明の色になったあ、砂ついてるか、茶色いね、でかい、でもでかい、人生で一番でかいアイダメだ。あ、そうでもそもそもさ、サーフにさアイナメっているの？初めて見たんだけど。誰も釣り上げてなかったですね。ですよね。面白い。しかもジグで釣るの。ね、ちょっと離れますね。確かにね。ね、いやー美味しい。それ煮付けにしたら美味しいよね。サーフのレッドが今日鳴らなかったんですね。いやー今日はね結構やったっすよね。結構やった。明日居残り、いや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 居残らない、あの若干それも考えたんだけど、すげえ爆風向かい風。明日ね。明日だってやつらも来るとか言ってたけど無理っしょ、多分ちょっと無理じゃないか。厳しい、まあまあ真向かいだから。え、吉田自動車さんはやる気だけはめちゃくちゃあるんで、40グラムと50グラム買ってきましたあの人のさ、50投げれないんじゃない40から50買ってきたからかっこいいなすげえ、もう確実にここ来る気満々ですね。まあでも動画やります。ん？明日来ないんだ。来ない。多分お杉さん単独になるの。記録に残らないです。今日の8時ぐらいから動けますか。あ、そうか。2歩ずれてるね。8時に来ても何ずれてるんですか。いやでも油っこいとったのね。ああ夜はね。ナイトサーフ。いやー今日釣れなかったらいよいよ厳しいな。ちょっとなんか追い込まれてきちゃったな。でも来週がピークっちゃピークじゃないですか。そうです。例年で言ったら。優しいっすね、レッツさん。去年僕あの大きいやつ4月の16ですからね。ああ優しい。うわ絡んでくれないっすね。で、そのまま絡んでくれない優しいの下り絡んでくれない全然で、あの一昨年のなんだっけ、ソルトさんのワールドシャウラーの入魂も、はい、あれも4月19とか16とかそれぐらいになったんです。頑張るか、あずちゃん。え、来週やる、来週やる、来週また。いや、打つってことはないけどちょっとなんか追い込まれてくる。
まあ、最後5月の噴火湾っていうのは6月か6月の噴火湾、ね、補修は嫌なのよ俺噴火湾に補修嫌なのよあの金払ってないでもね噴火湾は逆にヒラメとサクラ両方狙えるボーナスタイムですから、ね、まあね、まあ、やっぱそう好きだから、まあ、そんなますますノッティさんがサーフ嫌いっていやもう言ってないですよあそうですかあの人だけですよあそうか磯の方が好きだなって磯で笑った磯に桜いないっすよ言って絶対言っていやしたことないでしょ磯でですけどじゃあ行きましょうはいじゃあ長い一日お疲れ様でしたお疲れ様でしたチャ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 あれ大物釣ったのに山岡屋いいんすかお決まりで決まるとカロリー摂取カロリー摂取私は味噌ぎをしに来ましたソルトさんの隣